皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。スターダムニュース BTS のゴールデンマンネジョングクが最新ソロアルバムゴールデンで華々しくカムバックしました。このアルバムは最近スイスの iTunes チャートのトップに踊り出ました。これは彼のソロキャリアにおける素晴らしい成果です。 これによりゴールデンはリリース以来106カ国で iTunes チャートのトップに立ったアルバムとなりました。この異業はアルバムの強さと世界的な人気を示しており、BTS ファンだけでなく世界中の音楽愛好家からも好評を博しています。アルバムゴールデンはリリース以来、様々な音楽プラットフォームで目覚ましいパフォーマンスを見せています。発売から8時間も経たないうちに、 アルバムはすでに70カ国で iTunes チャートのトップに立っています。この成果は、リリースからわずか7日間で90カ国で iTunes チャートのトップに立ったことでさらに強化されました。この人気は特定の国に限定されるものではなく、米国、英国、日本、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、ドイツなど、世界最大の音楽市場でも広がっています。アルバム、 ゴールデンは、100カ国以上で iTunes チャートのトップにランクインしたソロ曲を3曲収録した初のアルバムとして、また唯一のアルバムとして歴史に名を残しました。これは、アルバムの各曲が素晴らしい魅力と品質を持ち、世界の様々な地域のリスナーの注目を集めることができることを示しています。この成功はジョングクが BTS のメンバーとしてだけでなく、 才能と魅力にあふれたソロアーティストとして人気があることを証明しています。iTunes での成功に加えて、アルバム、ゴールデン、は米国のビルボード200でも印象的な記録を残しました。ジョングクは、権威あるチャートで初めてかつ最長の記録を保持したアジアのソロアーティストになりました。この業績はジョングクが K-POP アイドルであるだけでなく、様々な国で作品が認められ、 高く評価されているグローバルアーティストでもあることを裏付けています。さらに彼のバンドメイトである BTSV もソロ曲、Friends! で大きな人気を見せました。この曲は、日本最大かつ最も影響力のあるラジオ局の一つである日本の東京 FM の第2四半期人気投票で MVP に選ばれました。Friends! は、 K-Star チャートのトップ10オカウィーク人気投票で15週連続1位を獲得しました。これは、ファンが V をどれだけ愛し、サポートしているかを示す素晴らしい成果です。さらに、BTSV はコラボレーション曲、Wherever You Are でも MVP に選ばれました。1月から3月にかけて、2曲連続で K-Star チャート人気投票で1位になったことは、 V が音楽ファンの間で強くて一貫した魅力を持っていることを示しています。曲、フレンズは、最初のリリース以来472万8233回のストリームでデイリートップソンググローバル7位にランクインしており、曲の世界的な人気を裏付ける印象的な数字です。さらに、BTSV はグローバルデジタルアーティストランキングチャートでも4位にランクインしており、 ソロアーティストとしての影響力と魅力を示しています。フレンズは102カ国の iTunes チャートでも1位を獲得し、世界各地で人気を博していることが証明されました。この成功はジョングクだけでなく、V も国際的な音楽シーンで大きな影響力と人気を持っていることを示しています。皆さん、今日のビデオは以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いますか コメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。